眼科専門医の平松です。今日は緑内障手術をどう選んでどう使うかのあくまで私の考え方としてというふうにご理解いただいた上での説明をしようと思います。緑内障手術いろんな手術もありますし、選択肢というのはたくさんあります。で、医者によってこれをした方がいいしない方がいいとか実は結構バリエーションあります。で、あくまで私の一つの考え方としてお伝えできればなと思います。で、緑内障手術、まあ、具体的に私はいつも3つに分けてます。1つ目が、トラベクロトミーとかに準ずるような自然な流れを作るやつ。2つ目がいわゆるこう穴を開けてしまうトラベクレクトミーっていうもんですね。3つ目としてはインプラント手術って言ってもこうボーンとこう遠い道を作ってしまう手術、この3つに分かれます。じゃあどういう時にどういう手術をするか、基本的には軽い時が1、重い時が2か3っていう、まあ、こんな感じですね。で、軽い時ってどういう状態か、一つは、眼圧がまあ安定しているってことですね。そんなには高くないけどもうちょっと下げたいとか、はたまた白内障手術をするから目薬の本数を減らしたいとかですね、視野がどんどん悪くなってるわけではないって、そんな感じの時はいわゆるこう1の手術。1の手術は大きく分けて、いわゆるアイステントっていう手術とトラベクトームまたはマイクロフックのニードルっていう方法がありますね。で、アイステントっていう方がよりなんていうかな、柔らかい治療になってきます。で、プチュッとこう通り道にチューブを入れるだけなので、まあ、リスクも少ないので、まあ、例えば目薬を減らすっていうのが患者さんのメリットになりうるなとか、まあ、ちょっとだけ進行してるけどちょっと止めたいなって時はアイステントを使いましょうってことですね。で、そうじゃなくてやっぱもうちょっと進行しているとか、で、もうちょっと下げたいっていう場合はトラベクトーム、はたまた、マイクロフックニードルっていうこう切る手術っていうことを選択することが一般的です。で、かなり進んでいる患者さんとかでも、まあ、あのご年齢を考えてそこまで強い手術をあえてしない、要は2、3の手術をしないで1にしましょうって場合はトラベクロトミーまたマイクロフックなどの治療を選択するっていうふうにしてます。2番目3番目の差がちょっと難しいんですね。トラベクレクトミーっていうのはすごく一般的で最も効く手術であります。眼圧を下げる効果は一番高いと言ってもいいんじゃないでしょうかね。ただしデメリットがあって感染症を起こしやすかったりとか、まあ、手術後の違和感異物感をとっても感じやすい手術でもあるのも現実事実です。なのでこの人はすごく眼圧を下げたい、でかつご高齢の方であればまあ、トラベクレクトミーにしてもいいのかなっていうふうに考えています。なぜかというと感染症っていうのは毎年リスクがあることなんですね。つまり手術した時だけの感染症リスクじゃなくて、もう手術効果が得られている間ずっと感染リスクがあるわけなんで、例えば10代20代でトラベクレクトミーをすればもう100歳までだとすると90年ずっと感染症リスクを背負うことになるので、ちょっとそれが私としてはリスクがあるんじゃないかなって考えてしまうところなので、そういう場合はチューブ手術を選択することも結構あります。ただそれはもちろん患者さんと相談の上で、まあ、できればトラベクレクトミーの方が効くんですよと効くんだけれども、まあちょっと若いし感染リスクもろもろ考えてそれもありですねっていうことはありますね。こうチューブ手術、あのバルベルトとかアーメットインプラントっていうのは、まあ、一番多いのはですね、トラベクレクトミーをしてでやっぱりダメだったとか、眼圧がまた上がってきちゃったってなるともう一回やるのは良くないからって言ってチューブ手術をする。もう一つがもともとトラベクレクトミーが効きづらい、または炎症が起きやすいタイプ、いわゆるブドウ膜炎、炎症を起こすタイプですね。あと糖尿病があるとか、あと目の奥の硝子体手術っていうのをしなきゃいけない、またはした後の方の場合は、バルベルトインプラントとかメットインプラントを選択することが多いです。理由はチューブなのでダメになる確率がやっぱり低いんですね。で、いわゆるこう論文とかでも、いろいろこう苦労している症例は、バルベルトとかアーメット、まあ、特にバルベルトですねの方が効果がいいってことが分かっているので、であればそっちを選択する方がいいだろうっていう、まあ、そんな感じですね、だから、まあ、具体的には 1,2,3 があって本当に患者さんによってですし、相談しながら基本は決めることが多いです。なんですけれども、まあ、そういう簡単な私なりの分け方があると思っていただければと思います。